イングラハムはアメリカ海軍の駆逐艦。グリーブス級駆逐艦の一隻。艦名はダンカン・エヌ・イングラハム大佐にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。イングラハムは1939年11月15日にチャールストン海軍交渉で寄港する。1941年7月17日にジョージ・イングラハム・ハチンソン夫人によって命名、浸水し。 1941年2月15日に艦長ウィリアム・エム・ヘインズワース・ジュニア少佐の指揮下、収益した。東海岸沿いの成長及び沿岸での作戦活動後、イングラハムは1941年12月、日本軍による真珠湾攻撃によりアメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦した直後、戦団護衛任務に就く。1942年には、 アメリカ合衆国とアイスランド、イギリス間の戦団を護衛し、ヒトラーの侵略に脅かされる連合国に対しての補給を支援した。ドイツの U ボートによる脅威のもと、イングラハムはヨーロッパ及び南方はパナマ運河までの範囲で護衛任務を継続した。8月22日の夜、ノームの中、ノバスコシア州沖でバックと商船の衝突事故を調査している最中に、 イングラハムは、旧ユカンシェマングと衝突した。イングラハムはたちまち沈没し、完備の爆雷が爆発した。この事故における、イングラハムの生存者は11名であったという。イングラハムは1942年9月11日に除籍された。ありがとうございます。